間リーグの首位打者アルトゥーデが出てきました。ここはもう大事を取ってカノはベンチに下がります。アルトゥーデに、そしてカノに大きな拍手です。第4戦があって札幌ドームに移動して第5戦5試合で行われます日米野球ですから、今日勝ちますと日本侍ジャパンが3連勝3勝して、まあ、12年ぶりの